はい、おはようございます。今日はですね、宮川下流の方に来ました。昨日解禁日で今日2日目です。昨日の解禁日はですね、あまり良くなかったみたいです。で、今日これ見てもね、渇水していまして、で放流してから水が出ていないので、ダム放水ですねをしていないので、魚がですね、まだ出来上がっていない状態ですね。で、場所はですね、旧小学校前という場所です。今日のタックルは竿は下野のデグナスバージョン8号。水中糸はですね、バリバスのメタフレックス005です。針はですね、とりあえずソニックの7号4本怒り、これでスタートします。時間はですね、遅くなりましたね。10時10分前です。ちょっとね、あまり釣れない感じだったので、ちょっとカメラを止めていたらかかりました。宮川下流の第1号、17センチぐらいあるでしょうか。まだね、黄色くないですね。追い星とかね、色が出てませんね。もう対岸の人ね、結構ね、いいペースでかけてますね。お、来た来た来た。来たよ。結構、お、いい引きするね。いい引きするよ。ほら、バッチリ線あかり。よっしゃ。おー、これは結構黄色いですね。下はあまり竿が立たない感じですね。まあ、場所村はね、当然ありますからね。あれから当たりが完全に止まっちゃいまして、今ポイント移動をね、繰り返しているんですけど、なかなか厳しいですね。良さそうなポイントでも魚がいないと話になりませんね。流れが始まるところですね。この水深のあるポイントでやっていたらちっちゃいのがかかりました。こんなやつがおとりにはなりますね。ちょっとね、場所移動をね、繰り返していろいろね、やっているんですけどね、小さいな。結構上のトロバをちょっとね、歩いてみたら、小さいサイズのアユがめちゃくちゃいました。まあそうですね、梅雨明けですね。梅雨明けは大きくなっていると思うので、あの魚も、おー来た。わ、すっごい当たり。こんないい当たりあるの。うわ、すっごい低いよこれ。おー、これってアユかな。これ違うな、アユかアユやね。うわ、こんな引くの。おれ、しゃー、 いい方じゃないけど、すんごい巻きっき。これなんちゅう黄色だ。これサイズはそんなにでかくないですよ。こんなのそんな全然大したことないですけど、すごい引きでしたよ今。なんだこりゃ、あれちょっとね、アユじゃないと思いました。本当にそんな当たりでした。当たりというか引きでした。でもあの引きは半端ないっすよ。絶対アユじゃないと思いました。イワナかなんか。もう来た、俺来た。でもこれはちょっと小さいかな。おっしゃった。そんなにね、小さくはないですよ。ただ宮川下流の泳がせ釣りって結構難しいです。というのは浮石底なので、で浮石といいますか、石がね、こう手前も見えますかね、これ大きいんですよね。
こんなね大きい石がね、ゴロゴロしているので石と石の間にね入り込んじゃいますんで、一言で泳がせ釣りといってもね結構難易度がね高いです。今下に降りてきてちょっとこの段々背をねやってみようかなと思います。多分ね履いてないだろうな多分。お？マジかマジか、段々背いましたね。段々背でかかりましたよ。マジかマジか、それは嬉しいね。だんだんその中いるか、またまたまかもしれませんけどね。これ来たよ来たよ、いるね。だんだんせスーパーも風がすごいな、風が強くてバレた。今張りどころがちょっと悪かったし、俺来た、それ来た、よし今度こそバラさんぞ。俺でかくはないけど、このダンダンスのこのポケットですね、鼻。おお、今糸に当たって多分いっぱいおるねこれ。この棚の中に多分いっぱいいっぱいいっぱいかな、ちょっと溜まっているかもしれませんね。おお、すごいな、糸に糸にガンガン当たる。ほら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 、来た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 、ほら来た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 、バレた。この辺のポイントではこの唯一この段々線のこの荒いところですね、ここだけ竿抜けですね。ここお客さんやっぱりねこんなとこは釣れんだろうっていう感じでやっていなかったので、よし来た、よし来た、いい当たり、よしよし、俺はいい方や、いい方や。俺、ああ今日一、今日一のいいアユが釣れました。これこれでかいね、これ20センチぐらいある、20センチある。これちょっと黄色くないな。今日はもうてっきり緩い流れでもう終始泳がせ釣りと思ってたんですけど、もう止まったか、もう止まったか。いやー来たよ、まだおるまだおるまだおる、おっしゃ、どれ、まだまだいますよ。あのポケットこれでもお子さんっぽくないですよね。これこれ県産かな。さあこのほんと一箇所だけのこのねポイントなんですけど、まだまだ出るんでしょうか。おー来た、まだまだおるよこれ。どれ小さい、今度は小さい、もういないか、さすがにもう反応なくなりましたね、はい、ちょっと今ですねゴロゴロっとね、雷が鳴ったので、もうやめます。ちょっと雲行きも怪しくなってきて、今急に雨が降ってきました。おー冷たい冷たい、なんというこった。ちょっとね全然空模様気にしていませんでした。えらいこっちゃえらいこっちゃ、撤収。おお、やってんね。大きいのは20センチ、20センチ赤じゃんな、一匹を取った。一やろ、これが大きすぎんじゃない、はい、宮川下流の室田忠さんです。あ、なんかちょっとはい、宮川下流の室田忠さんです。どうも室田です。お疲れ様でした。お疲れ、解禁
して、昨日、解禁しまして、はい、今日2日目なんですけど、はい、どうでした？はい、あのね、もう今年は大体村があるなっていうのはもう想定しとって。村がある。うん、村。まあ、釣れんとこと、釣れんとこの、はいはい、まあ、それはまあ第一の原因はもう渇水と、渇水、はい、放流してからの渇水続き、それとやっぱり琵琶湖さんが、まあ、一月遅れでちょっと入手が難しくなった事故だよな。あ、そうですか。うん、宮川下流、下流らしくない、その人口さん、はい、うんうん、そういうのはちょっとさっきリードしてしまったから人は釣ってるんです。あ、そう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 、ね、いいとこにちょっと深みのある、放流した伝後のとこで入った人らはちょっとやっぱ美味しい目、面白い目した。うん、うん、でも70、80釣った言うたってもいつものやっぱりいつもはもう底越えの人がおらはったわけな、うん、何人もおらはったから、そしてまあ平均みんながその30、50は釣れとったからな、それのこと思ったらやっぱりもうまあ最低やな。ダム放水が今はゼロなんですよね。ゼロやな、はい、俺一回大水が出て川を洗えば、うん、かなりねいい感じになると思うんですけど、一回魚もね、固まっているので、はい、うん、ちょっとばらけないとあれですよね、うん、あのね、ものすごく固まってる、もうおるとこにはねもう何千匹でいるよ、うんうん、それも段階でな、こういうやつから、もうすでにまあ16、7センチあるやつでも固まっている、だからまあ渇水やからよう動かないやな、怖がって、うんうん、だからまあ残念やけど、これはもう自然に任さな、そうですね、仕方ないしな、うん、まあ梅雨に入りまして、うん、まあダム放水もあると思いますんで、だいたいそうですね、どうですかね、まだ 2,3 週間は、3週間はない、 2,3 週間はない、まあ、2週間したら面白くなる、2週間したら面白くなる、うんうん、7月入ってからですね。そうやな、7月入ったらもう本当に楽しくなる、うん、梅雨が明けたらもう本当に暴れ鮎、うん、もう琵琶湖が、琵琶湖がもうちょっとね、遡上物が、うんうん、ちょっと遅れてて、もの非常にもう遅れたよ、まあ、これはもう宮川下流だけではなく、うん、岐阜県内の、うんうん、琵琶湖さん、はい、放流河川もちょっと大変な、うん、それでやっぱりこの宮川下流はやっぱり琵琶湖さんがもう主流やから、うん、まあなんちゅうの、ここの放流の 80% ぐらいはもう琵琶湖さんやから、そうですね、うん、うん、まあ早くこう釣りあれしてしまうんやけど、ええ、楽しめるのはやっぱりもっと楽しめたいかな、うんうん、今年はちょっとそれがまあ琵琶湖登るのがこう1ヶ月遅れたらこっちもまあ1ヶ月遅れぐらいな感じになるよね、ええ、面白いのは、うん、だから慌てて来なくても、ええ、うん、7月入ってから来られたらまた十分に楽しめると、はい、うん、はい、でそれで買い取りの方もやっている、うん、買い取りもということで、うん、だからもうこういう遠いところへ遠方まで来てもらう境に、例えばガソリン代とか、まあ、その現代とかな、人間代とか、こう浮くように、うん、高速代ら浮くように、まあ、買い取りをしよう言うて3年前から、はい、うん、豊洲の方へ物流をしとんねんけども、うん、今年もだからやる予定やったけど、まあ、解禁日、去年みたいにもう解禁日でね、2000匹もちゅうたらまたもう組合慌ててしまうんで、今年はもうストップがかかって、解禁日と今日、2日目ちょっとやめてくれ、まあ、組合の方ではやらない、やめてくれと言われになったんで、でも大体室戸さんの方で今日はちょっと買い取りがあったということで、やっぱりもう、この宮川の下流の鮎を一日でも早く東京送りたいんで、個人的に、はい、ちょっともう買わせてもらってる。で解禁2日後ですね、うん、3日目から組合の方で、うん、買い取りが始まるという、あ、今度の火曜日からね、今度の火曜日から、そうです、来週の火曜日から、はい、火曜日と、水、火曜日と木曜日やったかな、うん、もう毎日ではなく、あ、毎日じゃないですか、うん、俺は毎日買うよ、僕は毎日買うけど、その組合でこう大きく店を出してっていうのはもう週に2回、あ、週に2回、うん、それ以外は、室戸さんのところで買い取りを行いますよっていうことですね、はい、やっぱり豊洲にしたかて取れた時に送るわ、じゃあ取れへんから送れへんわっていう、そういうなんか不安定な、物流でわかんし、まあ、信用問題かな、そのやっぱりその東京で食べてもらうみんな人々にそのどんどん毎日でも送っていかんと、いかんと思うんで、期間も短いし、はい、うん、だからまあそういうのは送っていこうと思ったんです、はい、じゃあ、梅雨明けは
いい小遣いになりますね。エドちゃんがな。私は俺は朝から閉めて富山の物流センターまで運んど下げ、ええ、釣る時間が 2,3 時間しかない。そうですか、うん、いやまあそれはもうそれでいいね、ええ、俺はとにかくずっと漁師で上がってきてな、ええ、京都の上がりのその料亭に下ろすというのがもう、ええ、あゆのその高級魚というあれのイメージがもうあったかいに、はい、あのそれはもうかめへんねん、もう、ええ、もううんだりするほど釣ってきとち。かめへんねん、みんなにここへ、まあ僕の釣り友達に、ええ、いっぺんまあここへ来て、はい、そのあゆの面白さ、はい、まあ友釣りの原点、はい、うん、みたいなもんがここにはあっさがいに、はい、ぜひ来てほしいというのが願いね。そうですね、俺の釣る時間だから少なくなってもかめへんから。はい、うん、わかりました、うん、まあ今年はスタートダッシュがちょっとスローだったんですけど、うんうん、今後ですね、はい、かなり期待ができると思いますので、うん、ぜひですね、はい、皆さんも宮川下流の方にぜひアユ釣りに来てください。本能町かな、なんか面白さがあるんで、残ってる川ですんで、ぜひ楽しんでください。はい、はい、保証します。はい、はいはい、買い取りますんで、はい、はい、高く、はいはいはい、わかりました。楽しんでください。はい、ただしさんでした。どうも。どうも、お疲れ様でした。お疲れ様でした。